小家内文は中華民国の軍人。国民革命軍の有力軍人で中国共産党討伐や日中戦争に参戦したが、日本軍の大陸脱作戦の前に大敗を喫している。字は名産。15歳で黒土浦地に翌中書院に入学したが、1912年、軍人の道に転じるため、小港大通陸軍学堂に転入する。年内に、 石膏工部学堂に進学した。卒業後は石膏軍に配属され、1915年、関東省に赴き、孫文を支持する元石膏特軍、章武るの配下となる。1921年5月、章叶文は、甲州大元水府参謀部副官に任ぜられた。翌年1月には、北伐軍天拳軍第一祖事、司令部上皇参謀となる。 1924年5月、候補軍官学校で中育隊長兼教官に任ぜられ、後に軍校共同団で第一英将校副英長となった。以後、統制などの指揮を取り、1925年、国民革命軍第二子第五団団長に昇進している。1926年7月より、昇家内文分は北伐に従軍し、 総司令部直属将兵団少将団長となる。翌年4月、蒋介石により、南京に国民政府が成立すると、商家内部分は南京警備団長に起用された。その後、ット警備司令寧波橋公安局局長に転じ、9月、第一軍第一支支長となっている。1928年1月、第一軍副軍長兼第一支持長に昇進し、 さらに軍長代理となった。北伐終了後、軍縮に伴い、昭和苗文は同年10月に第九支市,市長となったが、翌1929年に第二軍軍長に再び昇進した。1930年の中原大戦に参戦し、昭和解析勝利後に昭和苗文は落葉に駐留し、老海路西段警備司令を兼任している。 1932年1月の第一次、上海事変に際し、昇華内恵分は、第19総除軍を支援して、日本軍と戦い、事変後に、上海の守備を担当した。同年冬、武漢に部隊を率いて移り、長江七正水家総局局長を兼任した。1933年からは、中国共産党討伐に従事し、五章総品軍北路前的指揮。 アズマジ総秘総指令を歴任する。また、同年11月に発生した復権事変の鎮圧にも参加し、翌年11月、中水税公所主任に任命される。1935年5月、二級上昇を授与され、12月には中国国民党第5期中央執行委員に選出された。1936年、昭和内部分は、 西北総被賠的総司令に任せられ、調整により、延安に根拠を置いた共産党に備えることになる。同年12月の西安事件では、小解析とともに、小家内分も、長学寮らに一時拘禁された。日中戦争勃発後の1937年10月、小家内分は、第4集団軍総司令に任せられ、翌月、 軍事委員会委員長西安行営主任を兼任した。翌年6月、先制省政府主席権保安司令にも任ぜられている。1939年2月、第10選区司令長官となった。1941年12月、昭和苗文は第1選区司令長官兼記殺戦区総司令に任命され、対日戦の前線指揮を取ることになる。 1943年6月には、第24集団軍総司令も兼任した。しかし、翌1944年春、大陸打通作戦を開始した日本軍の迎撃に、失敗、壊滅的損害を被ったため、7月に、昭和隕石辞任に追い込まれている。その後、軍事参議院参議の官職に回されたが、1945年5月には、 東大六期中央執行委員に再選された。戦後、小金ナエ文は一旦軍事、政治の世界から退き、実業家としての活動を開始している。その後政界に復帰し、1947年5月に国民政府戦略顧問委員会委員に任ぜられ、1948年には雪のり国民大会代表に選出された。 国境内戦終盤の1949年3月、昭は台湾に逃れている。以後、東南区点検政変委員会主任委員、幸福大陸設計研究委員会委員、総統府国策顧問を歴任している。1974年1月2日、台湾にて病没。去年79。ありがとうございます。